はい、おはようございます。今日2022年の9月18日、日曜日です。まあ、いよいよ、今シーズンの渓流釣りもね、もう、あとわずか、あと2日か、うん。なんで、土日、明日も祭日か。結構人いるかなと思ったらね、誰もいないんですよ。まあ、台風も来てるせいなのかな。利根川本流です。どういうこと、まあ、水も少ないこともあってね、最近出てないんだよね、ここね。で、今日はね、一番釣れる確率の高いとこ、ここに、ね、もう、最初に入ってきました。ちょっとやってみないとわかんないんだけどね。まあでも、他の場所もね、ちょっとね、川沿いの車止めれる場所見たら、車は何台か止まったんだけど、ここの場所はね、いなかった。どうしてだと思ってね、釣れねえからかなと思って、まあ、ちょっとね、自分的にもちょっとその辺はね、ちょっとね、不安。やってみないとわかんない。はい。こんな感じで始めたいと思います。さてさて。この辺からやっておこうかな。いや、ほんと水少ねえわ。まあ、9月入ってから、ここ、利根川ね、あんまり良くないんだよね。大きいのがね、みんなどこ行っちゃったんだろうって感じ。ちっちゃいのしか出ないんだよね。この辺もね、ちょっと何度か来てるんだけど、ちっちゃいしか出ないんだよね。ただね、いつも釣れる場所のあの、対岸のあの足際、あそこね、ライズはしてんだよね、大きいのがね。いるのはいるんだよね。ただ食ってくるんが先に、ちっちゃいのが先に食ってきちゃって、どうもいかんなぁと。行った感じがずっと続いてんだよね、9月入ってから。まあそんな感じで今日はどうかな。いや、雨降ってきたんでちょっとカッパ着てきましたわ。さあ、ここ。ここが多分俺にとってはね、大きいのが一番出る確率が高いとこ。なんだけど、8月に行ってから一度も、ここで出なくなっちゃったんだよね。まあ、8月じゃない、9月か。まあ、水が少ねえっつうんがかなり影響してると思うんだよな。8月までは毎回、通報で必ず出てたんだけど、で、ここ来るともう魚の姿が見えてたんだよね。9月行ってから全然ダメだね。この水量が少なくなってきてから。まあ、毎年はそうなんだけどね。多分ポイントが変わっていくんだよな。魚がどっか移動しちゃってんだよな。ダメだねー。よっしゃ。この辺からどうだろう。おっと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 、滑った。お、来た。来たけど、ちっちゃいね。やっぱこのサイズだな。まあでも今日初。はい、こんなサイズ。はい。ちっちゃいけどさ、太ってんだよな。すげえ太鼓あるんだよね。やっぱ本流だね。
はい、よっこしょ。いや、今そこの真ん中の淀み入れたらすぐ出てきたな。やべえ、なんかあのカヤックが来たよ。カヤックの集団がちょっとやめてほしいんだけど、そっからここじゃなくてもいいじゃん。あそこの下からスタートすりゃいいのに。やべえ、早めにやっちゃわないと。なんでここに来る、釣り人がやってるところにわざわざ登ってくることはねえと思ったけど。やべえな、やつら容赦しねえかんね。釣り人なんか関係ねえんだからね。せっかくいいタイミングに来たとこで奴らは現れるからね、いつもね。お、あそこにいた。お、あそこに大きいのいるな。今ギラギラって光ってる。あれ食ってこねえかな。いやー、ここぞといういいポイント来てんだけど出ないね。魚はね結構見える、大きいのが。全然食ってこねえ。さあどうだ、対岸のとこ。ここなんか絶対出そうなとこなんだけどな。この間もここやったんだけど全然出なかったよな。お、来た。今のはでかかったー。がー、かけ損ねた。今ライズして出てきたよな。かけ損ねたな。ああ、今動画撮れてなかった。釣れたんだけど、またこんなサイズ。いやあ、こんなサイズばっかしだな。大きいのがどこ行っちゃったんだろう。よっしゃ、ここももう一回やっていこう。ああ、大きいのすげえ。いたよ、今。やっぱりさっきからそこにいるんだけど、全然食ってこねえんだよね。お、お、知り合いの郷天からさんが来た。やっぱり来てたか。やっぱり来てた。最後だもんな。台風は近づいてるけど、まあまあまあ影響まだねえから、うん、もう今日最後かなと思って。全然出ねえわ。水少ないですね。少なすぎる。で今さ、俺ここまで来たからここしかねえなと思ったら、もう、うん、そこの辰巳館津温泉旅館の、うん、そこの相向かいに
カヤックの業者がいるんだよ。ここから減ってくんだよ。で、ここもう入っちゃってさ。あ、そうなんですか。そうそう、もうダメ。あ、そうなんですか。で、ここから降りてきて、この辺で浮かべちゃうんですか。そう。ほんで、初心者のお客さんらしくて、こっからこう乗って下るつあれじゃないんだって。この辺で乗り回してくるぐる回ってるような、そういう、あれでやりたいんで、ここしか、水が少ないから、ここしかできないんですよ、つんで。一応挨拶には来たんだけど、いや、だって、つんで、俺、釣り人も先客いたの分かってて、ここ、俺さ、ここもう、川、近くなんで、こっち、こう、端っこを歩って、上に荷物置いて、そんでやろうと思ったら入ってきてさ、でもうその時点でもうダメよ。そうなんだ。そう、うわやられたと思ってさ、で一応なんか挨拶に来たんだよ、はい、すいませんそこの下でちょっとやりたいんですけどっつんで、で俺もちょっと言いたいことあったからさ、いやちょっと勘弁してよっつんで、最後ですしね、うん、あライズしたすごい。んでいろいろまあ長々と話してさ、まあお互い結構言い分はあるんだけど、やっぱり他の釣り客からもいろいろ言われてるらしいんだわ。あ、まあ、で、まあ、俺なんかはさ、年券持ってるからまだいいけど、日付券で来てる人たち、もうその時点でもうアウトだからね。せっかく来たのに2000円がパーダになったような、そういうふうなこと考えたことあるって言うんで。んで、まあ、一応やっぱり、ああいう業者さんもそういう話は出てるんだって。いろいろ揉め事が起きてるんだって。ああ、まあそうですよね。で、一応、釣り人がいたらそこは外して、もう、上がって、川を上がってからそこを避けて通りましょうよって言ったけど、そういうの、いや、それ全然意味ねえからって言うんで俺言ったんだよね。もう上から下ってきた時点でもう全部もうダメだから、つん。全然分かってねえんだよね。で、釣り人だったみんな先行者がいたら、もう、あ、ちょっと申し訳ないから、ここはやめとこうとか、車で移動したりとか、そういうんなんだけど、おだくらそういうのないよね。まあ、そういうのないっつったって、それやろうったって無理なんだけどさ。まあ、いろいろ話して、そしたら、なんか、まあ、俺はもういいよ、もう。来ちゃったし、もう俺がやってもいいよって変だしさ、自分の釣り人専用の川でもねえし、つったけどさ、なんか業者の上層部の方に連絡取ってしたら、その上層部からじゃあそこはやめてちょっと上の方でやろうよっつ連絡の取り合いをしたみたいで、その話を俺にしに来て。申し訳ない。ここはちょっとやめて、引き上げて、上の道の駅、うん、あそこに行って、あそこに移動します、って言ったけど。あそこは結構多いですもんね。そう、あそこは多いから、もう釣り人もう諦めてる。入ってないですよね。入らなくなった、もう。そう、いや。あんまり見かけなかったけど、いるんですね。そう。そこ、辰巳館のとこに結構ラフティングのボート、ありますね、うん、止めてた。それ業者何軒かあるんだよ ね、 ありますね。で、そこの厚み館の駐車場からそこから川入ってくんだよ。あ、階段から。そう。いやー、まあ覚悟はしてたけど、いつもさ、ここぞというポイントで来ちゃうんだよ。まあボートもやっぱ流れがいいところでやりたいんでしょうね。まあまあね、そうなんだよね。で、今日水が少ないから、ボートもやっぱやるところが限られちゃってんだよ。さあ、だってもう、ザラザラでしたもんね。そう。僕、下から見て、赤い橋の下までやって、うん、で、この護岸を歩いて、うん、裏の、やぶん中歩いて、下から。そうなんだ。全然いないですね。小さいのばっかり。そう。というか、小さいのが、かろうじて。かろうじて小さいんだよ。でっかいのはね、ちゅうかね、魚の姿が見えない。で、唯一ここに来てあそこにいるんだよ。
ちらほら見えるから、でも食ってこねえ。もう下なんかもうザラザラになっちゃってるから。あれ一人餌釣りの人いなかった？いました、来た時。そこでね、そこまで来たんだよ、その人。あ、そうなんですか。やっぱラフティングの人って俺がちょうど話してるで、諦めて行っちゃった。あ、そうですか。うん。9時ぐらいに着いたのかな。うん。で、その時はまだあの、もう一個下の橋。あの、歩道、歩道橋、釣り橋、釣り橋の下やってて、で、ずっと釣り上がってましたね。あの人も、あ、なんだよってがっかりしたと思うよ。ただ、まあ、先行者もいたけど、やり方が違うからさ、餌釣りと天からじゃ全然違うから、まあまあ。まあでも、天からだと潜られちゃったらもう厳しいですもんね。厳しい。もう、ダメ。潜られちゃうと、特にこういうところで潜られちゃうと。全然もう、で、そっから上って、やっぱり、もう水少なすぎてさ、全然、ダメ、まあ一匹こんなんが出たけどさ、どう見てももうなんかやる気なくなっちゃってさ、ほんでもう下ろうつんで、もう下ってきたら。ああ、そうなんですか。そう。あのカーブのところまで行きましたか？あ、行かない行かない。あそこまで行かない。もうすぐそこら辺まで。なんかやる気ねえな、もう。出るよね。出る。これが動いたなら、もっと大きいの動きそうですけどね。多分、やっぱ雨があったのか、多少活性出てきたのかな。これで坊主逃れた。よかったね。よかったさっきのちっちゃいんじゃな。あれでも今日にしては結構大きい方だったんだけどね。今日の中では。俺が見た中ではね。その後すぐだもんな。その後ポイントを変えて、すぐでしたね。うん、すげえな。いやーでも一言だけど嬉しいな。よかった。よかったね。少し赤いわ。ね。角度変わると赤い。すごい赤くなってるもん。やっぱ本流ヤマメだな。極太だよね。尺はなくたって。なくたって、まあ。太鼓がいいですよね。太鼓すごいよね。いや、俺人が釣ってるの初めて見たわ。自分で釣ってるのはだけど、人が釣ってるのって。ヤマメって不思議だよね。その水にこうつけてるとさ、なんか手からなかなか逃げていかないんだよね。あ、横にしちゃうとそうですね。縦でもそう。縦でもね、イワナなんかすぐビューンっていっちゃうけど、リリースするのに名残惜しいね。名残惜しい。今日やっとくれたから。わ、すげえわ。尺なくても。もう満足しちゃうよね。でも猿来る。もう猿が泣いてんな。いや、俺、今もう腹減ったから昼飯食おうかなと思ったけどさ、猿が出てきたから。なんか、うまいんか。そう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 。まあ、川の向こうだからおそらく大丈夫だと思うけど。こっちからは来ないですけど。まあでも今いなければあれ。うん。いや、この周辺結構いるんだよ。あ、そうなの？うん、俺も何回も見てるけど。あれまだ、あの集団はまだちっちゃいよね。あ、群れが。群れが何十匹とか、何百匹って群れが来るときあるよね。しかもすげえよな、このマンションの近くのあんなとこに。あの下で雨宿りしてますよね。
本当にマンションの下でまだあの中にいるな、泣いてるもんな。さすがに川向こうだけど、ちょっとご飯食うのこれどうかなって。そしたらいきなり水かかったっつって。いや、よかった。俺も満足したわ。まだ頑張ってみる。まだやります。まだ時間早いもんね。今のが釣れたってことは。まだ出る可能性あるね。可能性はある。うん。あるかもしれない。ちょっと休憩して。うん。俺もちょっとね、もう腹減りすぎて。もうご飯食べるよ。どう、なんかあった？ダメか、俺もあそこら辺ちょこちょこあったけど、たまにツンツンツンで、だからちっちゃいと思うんだけど、そう。ちっちゃいのは、だけど、いやー、ダメだな。厳しいね。今あそこ行ったら今日やっぱ水少ねえから、あそこから対岸に向こう側に渡れるんだよね。えー、うん、行ける行ける。すげえ。俺以前はさ、そっちから行って、はい、あそこのとこからこっち側に渡ってった、そういうコースをいつもやってたんだよね。今だったら今日水少ねえから全然余裕で行けちゃうよ。ああ、本当ですか。うん。いやー、しかし、この分だとどこ行っても。やっぱりあそこで何回かダイブした魚はいましたね。いた。うん、でも小さい。本当に小さい。小さいんだな、やっぱな。いるんだろうけど。もうなんか、まあさっき釣れたからな。うん、まあまあね。まあ、だから、いるんでしょうね。いるんだよね。もう一本入ってたから、そこも。うん。まあ要は食うか食わねえかの。いやー、もう、運だよな、本当に。うん、だって、あれの前に俺も散々あそこでやってたけど、全然食わなかったから。タイミングですよね。タイミングなんだよね。たまたまそこに居ついてたのか、そのタイミングでそこに魚がこう、下から登ってきたのか、わかんねえんだけど。もうあとは来年だね。来年、年限買って。まあでも7月ぐらいからですよね、ここがいいのは。うん、7月。だからまあ最近。たまに6月に水が減ってる時あるんだよな。あ、そうなんですか。その年の雪の降る量によって。あ、だいたいだけど目安は関東のあの平野部の田植えが終わった頃にはダムの放流やめるからさ。あ、そう、それで、田植えで水が結構必要になるから。田植えが終わって。そう。タイミングで水が減ってくるんだよね。だいたい放流やそこの辺で一回止めるから。ただ時折や出したり止めたりの繰り返しで、そのタイミングだよな。まあ今ネットで見れるからね、そういう情報。もう終わりですか？終わり。もう今日、温泉入って、くつろぐよ。じゃあ、ありがとうございました。頑張って、はい、今日のは動画にあげる、あれ。そうですね。まあ、1本だけだから、ショート動画です、ね。ショートだね。ありがとうございました。まあ、期待してるんで。最後にやっていきます。はい。来年、また。お願いします。はい、どうも、お疲れ様でした。いやー、今日、俺、釣れなかった、ちっちゃいヤマメばっかし。
全然本当にダメだった。で、途中から5点からさん、まあ、同じ点から釣りの YouTuber なんですけど、と合流して一緒にやってました。したらね、5点からさん、結構、まあ、尺まではいかなかったけど、27センチかな。結構極太のね、いいヤマメ、あげました。俺もね、ああ、よかったと思って、一安心したわ、本当に。まあ、俺のチャンネルの影響で、結構この利根川の本流の天から釣りにハマり始めてね、今年から来始めてるんですけど、どうにか彼にはね、まあ、以前にもね、大きいのは釣ったんだけど、もう禁漁間近でどうにか釣らせてやりたいなと思ったんだけど、まあまあ、尺には届かなかったけど、よかった、本当に。まあそこそこ、まあ満足できるかなっつ、サイズは出ました。はい。俺は全然ダメだったけど。まあ俺はあと一日休みなんで、またやるけどね、明日は台風なんだよね。今日どうにか天気は持ちこたえたけど、明日ちょっと微妙。明日になってみないとわかんない。あと、川の状況もあまりよろしくない。魚が全然、圧倒的に数が見えないわ。まあ水量も少ないせいもあるんだろうけど。まあそんな感じで、今日は終わりにしております。ゴーテンカラさんはね、その大きいヤマメを釣ったとこ、まだね、もう一匹ね、出てきたんだけどね、針に食いつかなかったんだよね。Uターンしていっちゃったんで、それが気になるっつうんで、もう30分だけやっていくっつうんで、今、行きました。はい。こんな感じで今日は終わりにします。